年が経ちまして少しずつ白黒模様の毛が生えてきました。最初の白い部分は、真っ白な毛をしておりましたが、毎日カーサパンダラルフィンに大事にお世話をされておりまして、体中をペロペロと舐めてもらっております。その時にですね、お母さんパンダラルフィンの、唾液の色がどんどん染みついてしまいまして、ちょっと皆様から見ると、ピンク色っぽく茶色っぽく見えるようになってきておりますが、この中の方を見ていただきますと、まだまだ白い部分も残されております。まあ、パンダは毛が生え変わることがあまりないので、こちらもうどんどん積み重なってしまってちょっと茶色く見えるかもしれませんが、これもお母さんパンダラルフィンに大事にされている証拠と受け取っていただけたら私たちスタッフも嬉しく思います。どうもご質問ありがとうございます。ご質問ありがとうございました。皆様お手持ちのカメラ今一度ご確認いただけますでしょうか。フラッシュのついているお客様がいらっしゃいます。お手持ちのカメラ発光禁止の設定、ご不明な方お手伝いいたしますので、どうぞお近くのスタッフに声をおかけください。それでは皆様他に質問がある方どうぞ手を挙げてください。こちらからお伺いをいたします。何が質問はないですか。何が質問でも結構です。ないの。皆様質問はないですか。どうぞ手を挙げていただけますでしょうか。何でも結構です。簡単なことで結構です。はい、お伺いいたします。こちらのお客様から、パンダは何歳まで生きるのですかというご質問をいただきました。質問ありがとうございます。ジャイアントパンダ、野生下では大体15年ぐらいが平均寿命と言われております。ですけれども、こちらアドベンチャーワールドのような飼育館にいる動物、ジャイアントパンダはしっかりと餌も確保できていますし、何か病気にかかれば、獣医さんたちと一緒に治療も行うことができますので、大体25年から30年近く生きるパンダもいると言われております。どうもご質問ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。他に質問のあるお客様、どうぞ大きく手を挙げてください。こちらからお伺いいたします。はい、リュウは何か。リュウちゃん今何を食べてるんですか。はい、ありがとうございます。こちらのお客様から、リュウキンは今何を食べているのですかというご質問をいただきました。ご質問ありがとうございます。リュウキンは今何を食べて大きくなっているのかという質問ですが、今はお母さんパンダラルフィンの母乳のみで成長しております。だいたい1歳を超える頃から少しずつ竹の葉っぱも食べるようになります。その頃には母乳と竹の葉っぱ少しずつ両方食べていくようになりまして、だんだんと竹を食べる割合が増えていくようになって変わっていきます。どうもご質問ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆様他に質問はないでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ではこちらで質問コーナーは終了になります。この後こちらの運動場の準備が整いますと、お母さんパンダラルフィンがやってまいります。もうしばらくその場所でお待ちください。それでは最前列にお入りいただきましたお子様、お父さんお母さんのもとへお戻りいただいてもよろしいでしょうか。おいで。ここ来る。はい、